します。皆さんこんばんは。鹿児島学のミュージックラボ始まりました。この番組は毎回テーマに沿って音楽を紹介したり、普段何気なく聴いている音楽の秘密を紐解く、もっと音楽が好きになる30分です。お相手はウエルのギタリスト鹿児島学と、アシスタントのウエル藤川千秋でお送りします。はい、記念すべき第1回目収録始まりました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。僕の初めてのなんていうの、冠番組っていうの、冠番組が番組、はい、始まりました。初回ということでね、うん、僕たちのこう自己紹介を、簡単にしたいなと思います。はい、僕たちはウエルという音楽ユニットを2人で行っていまして、うん、僕がギタリストであり作詞作曲を行っております。そして千秋さんが、私は歌を歌っている、うん、藤川千秋と言います。はい、洞爺湖をね拠点に活動してるんですけども、結成したのが去年の10月そうですね、ですね、うんうん、なのでまだまだ出来たてほやほやの、ユニットなんですけども、洞爺湖に洞爺音楽研究所という音楽スタジオを今作ってる真っ最中で、うん、そこを拠点に音楽活動をしているという二人組です。はい、この番組はですね、このラジオを聞いていただいている地域の皆さんにいろんな音楽を紹介したりだとか、いろんな音楽の楽しみ方だったり、気軽にねもっと音楽を楽しんでいただいて、好きになっていただいて、どんどんコンサートなんかにも気軽に足を運んでいただけるような、そうですね、そんな、うん、情報を発信していけたらなというふうに思っております。鹿児島学ぶのミュージックラボ。テーマに沿って音楽を紹介するミュージックファン。このコーナーは毎回テーマを決めて、大手メディアでは取り上げられることが少ない音楽も交えながら、さまざまな音楽を紹介していきます。今回のテーマは現代のイギリス歌姫特集。記念すべき第1回目のコーナー、うん、現代のイギリス歌姫特集ということで、そうです、番組がね歌姫の千秋さんと一緒にやってるということでそうですね、そうですか、はい、歌姫にスポットを当てて、そうです、はい、紹介していきたいなと思います。日本にもねたくさんのシンガーソングライターだったり歌姫と呼ばれる方たくさんいらっしゃいますけども、うん、そうですね、うん、でも、うん、世界にもねいろんな音楽がたくさんあって、一言で洋楽とかっていうのはなかなか区切って言えるもんじゃないなって、うんうん、僕はいつも思っていて、うん、大手のメディアでは紹介されないような、うん、でも素敵な音楽をやってる方たくさんいらっしゃいますんで、そういった方々を紹介していきたいなと思っております。うん、ということで第1回目最初にご紹介するのがコリーヌ・ベイリー・レイというアーティストです。コリーヌ・ベイリー・レイ、はい、イギリス出身の女性シンガーソングライターで、第1回目にねどの方を紹介しようかなっていうのを結構考えたんですけど、うん、この方を選びました。その理由がですね、実はこの方、はい、僕ライブで生で演奏を見てるんですね。2018年かな、イギリスに行きまして、うん、で、そのイギリスでね、毎年行われているオンブラックヒースという音楽フェスティバルがあるんです。うん、で、それを見にイギリスに行ったんですけど、うん、なんかね、すごくそのフェスティバルがファミリーとか幅広い年齢層が来ているフェスティバルで、音楽フェスって言うとね、行ったことない人って何かこうロックバンドがわーっとやってね、なんかちょっとなかなか怖い雰囲気だったりとか、そういうイメージありますね。ね、うん、行ったことない方ってもしかしたら思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、すごくねちっちゃいお子さんから、うん、ご高齢の方までみんなが楽しめるような雰囲気のすごく素敵なイベントで、うん、見てきたんですけど、このコリーヌ・ベイリー・エイももちろんその前から僕好きで聞いてはいたんですけど、うん、勝手なイメージでこう大柄な女性が、うんパワフルに歌ってるっていう
感じのイメージの方なのかなっていうふうに。大柄な？ん？大柄な。あ、大柄な。うん。方が歌ってるのかなっていうふうに思って行ったんですけど。そうなんです、ね。そうなんです。実際その生で演奏を見たら、すごくね、小柄で、うん、とっても可愛らしい、女性でした。うん。まあ、ひとまずじゃあ聞いてみましょうか。はい。コリーヌ・ベイリー・レイで、Like a Star。コリーヌ・ベイリー・レイで、Like a Star でした。すごくね、ゆったりとした、大きなグルーブの曲で、うん、うん。世界的にすごくヒットした曲なので、あ、そうなんだ。うん。この曲をやっぱり歌い始めた瞬間にね、お客さんがみんなで大合唱っていう形で、うん。すごくそれが印象的に残っている演奏でした。へー。続きまして、ご紹介する二組目のアーティスト、ルビー・フランシス。というアーティストで、こちらもイギリス出身の女性シンガーソングライターなんですけども、2017年のファーストアルバムかなに入ってる曲なんですけども、うん、確かね、これ自分で全部その後ろで鳴っている音源を自分で作ってるはずなんですよね。うん、打ち込みですか？打ち込み。そうです。すごい。なので、いろんなシンセサイザーの音とかを駆使して、うん、とてもカラフルな、カラフルというかもうビビッドな、うん。まだまだ多分年齢が若い方だと思うんですけど、うん、とてもその若々しい勢いのある、うん、才能あふれるサウンドを作っている方で、うん、とても注目しているアーティストなんですけども、はい。イギリス版の富田ラボ的な感じですか？あ、違う。そうそう、富田ラボさんって、全部ね、自分で曲を作ったりアレンジをされている、日本を代表するプロデューサーの一人なんですけども、うん、富田ラボさんだいぶね、大御所という感じですけど、うん、まあ、かっこいい、すごい。ね、若々しいというか、若手の方なので、うん、勢いのある、アーティストなのかなっていうふうに思ってますけども。うん、はい。ということで、聞いてみましょうか。はい。ルビー・フランシスで、Fall Asleep。ルビー・フランシスで、Fall Asleep でした。ゆったりとしたリズムの中に、うん、いろんなね、たくさん音が入ってて、うん、かっこよかった。ね、カラフルなサウンドですよね。うんうん。で、あと、コーラスがすごい何本もたくさん重ねてあるんですけど、うん、それの入れ方とかもすごくね、独特な入れ方で、うん、うん、かっこいいサウンドですよね。すごいよかった。はい。続きまして、3人目。リアンラ・ハバス。リアンラ・ハバス。はい。という、リアンラ・ハバスさんという方ですけども、うん。この方はですね、ギターがとっても上手な、方で。ギタリストなんだ。そうです。最初にご紹介したコリーヌ・ベイリー・レイも自分でギターを弾きながらライブをやったりもしてるんですけど、この方もギターを弾いて演奏していて、アルバムによってはね、うん、ギター一本の弾き語りのライブアルバムなんかもあって、全編弾き語りで収録したアルバムなんかもリリースされてる方で、ギターはね、とっても上手なんです。で僕、ギタリストなんで、やっぱりその辺にもね、すごく耳がいってしまうんですけども。アコースティックギターですか？アコースティックギター。おそらくね、なんか独特なギターの音色で、アコースティックとエレクトリックの中間のような、だから、ちょっと実物を見てないんでわかんないんですけど、もしかしたらセミアコースティックギターって言われるような。そういうのがあるんですね。そうなんです、そういうものを使ってるのかなっていう。まあ、ジャズとかにね、よく使ったりとかするような楽器なんですけど、そういうのかもしれないですね。そんな、ギターのところも注目して聴いていただけたらなと思います。リアンラ・ハバスで、Can't Fight。リアンラ・ハバスで、Can't Fight でした。これはあれですね、さっきのルビー・フランスとは違って、おそらく全部生楽器、ドラムとかベースとかギターとかね、が入った形で、こうあったかさのあるような、オーガニックなサウンドというか、グルーブというか、そこに乗ってくるこう歌が、ソウルフルな、歌を歌ってる、とてもかっこいい音源でしたね。なんか、景色が見えたっていうか、自然の。ああ、そうかもしれないですね。伸び伸び歌ってるなっていう感じがしましたよね。ということで以上3組紹介しました。テーマに沿って音楽を紹介するミュージックファンのコーナーでした。あなたのそばに 77.6 メガヘルツワイラジオ。
音楽を紐解くミュージックアナライズ。このコーナーは普段何気なく聴いている音楽がどうやって作られているのか、音楽を分析していきます。今回はテーマは魅惑の C メジャーセブンス。はい、ということで、続いてのコーナーは、音楽を紐解くミュージックアナライズということで、魅惑の C メジャーセブンス。魅惑の C メジャーセブンス。もうそれだけでなんか何それっていう。そうですね。うん。なんか音楽をやってる方だとね、C メジャーセブンスって聞くと、あれねって多分思うと思うんですけど、音楽やってない方だとなかなかピンとこない方もね、多いかと思いますけども、C メジャーセブンスっていうのは、いわゆる音楽で使われている和音、コードというやつですね、の一つの種類の名前のことを言います。和音、コードっていうのは、何かっていうと、今ちょっとギターがね、手元にあるんで弾いてみますけども、例えば、とか、っていう、あ、なんか聞いたことあるな、みたいな。今のは C メジャーセブンスとは違うの？ C メジャーセブンスではなく、今はね、G、C ナインス、D というコードを弾きました。もう何のこっちゃっていう感じですよね。やってないことはね。そう。でも、まあ、なんか、ギターで聞くとね、ああ、なんか聞いたことあるなっていうサウンドだと思うんですけども、この、コードとは何ぞやというところで、僕なんかギターレッスンなんかもやってるので、やっぱり最初皆さん、生徒さんはね、コードって何なんだろうっていうのをよくわからずに、レッスンに来る方が多いんですけども。そうですよね、でも最初は。ね。それを、まあ、ちょっとだけ解説というか、紐解いていくと、まず、ドレミファソラシド。これ皆さんご存知ですよね。うん、わかります。もう、誰しもが聞いたことがある日本人であれば必ず言えるんじゃないかというドレミファソラシドなんですけども、これがいろんな国の言葉で言うことができます。例えば、日本語だとなんだか知ってます？イロハニホヘト。ちょっと。ハニホヘトイロハ。そうです。そうです。合ってる？合ってます。ハニホヘトイロハですね。ドレミファソラシドの順番になぞらえて言うと、ハ、から始まって、ハニホヘトイロハですね。それを英語で言うと、C, D, E, F, G, A, B, C、になります。まあ同じ音なんですけどね。いろんな国の言い方で、名前が変わってくると。言い方が変わってくると。ちなみに、ドレミファソラシドは、イタリア語になります。で、そのドレミファソラシドなんですけども、また違った言い方をすることができて、音楽理論とかを考えるときの呼び方があります。度数っていう言い方をするんですけど、聞いたことあります？あります。1度、2度、3度、4度。っていう風に数字で数えていくっていう数え方が音楽理論を考える上では、とても便利な言い方でそういう風に呼んでいるんですけども、じゃあ実際に、コードがどういう風に作られているのか説明しますと、今これは、ドミソ？そうです。あ、さすが耳がいい。これ当たらなかったら、ボーカル大丈夫っていう話じゃないですか。っていう風になっちゃいますかね。そうですね。そう、ドミソという音を弾いたんですけども、これをさっきの度数で言うと、1、2、3、4、5、6、7。こうやって1から数えて順番に行くんですけども、その1番目、ド、3番目、ミ、5番目、ソ、ドミソ、1、3、5との、音が組み合わさっているという和音になります。これをコードの名前で言うと C というコードになるんですけども、で、コードの中にはね、種類が大きく分けて2つありまして、3和音というコードと4和音というコードに、大きく分けることができます。で、じゃあその3和音っていうのは何かっていうと、まさに今弾いた C は3和音で、3つの音で構成されている和音のことを3和音と呼んでいます。なので、このド、ミ、ソは3和音になると。じゃあ、4和音というのは何になるのかと。まあこれもいろんな種類があるんですけども、その中の一つの例を、出して言うと、ドミソ
シー。そうです。正解です。シーの音。度数で言うと、1、2、3、4、5、6、7。7番目の音。1、3、5、7の、7番目の音が入った和音を4和音というふうに呼んでいます、うん。じゃあ実際にこれがコードで鳴らしてみるとどういうサウンドになるのか。うん、なんかまどろんでる感じ。まどろんでる感じ。おなるほど。さっきのね、C は3和音の C。うん、4和音の C、あ、そう言ってなかったね。これが C メジャーセブンス。あ、それが C メジャーセブンス。はい、になります。魅惑の。そうです、うん。やっぱりちょっと印象が違いますよね。うん、うん。違う。まどろんでる、うん、でしたっけ、まどろんでる感じ。そうそうそう。ね。気だるい感じ。ああ、気だるい感じとかね。例えばなんだろう、おしゃれな響きっていう風に感じる人もいるかもしれないし。うん。抽象的な響きっていう風に感じる人もいるかもしれないし。うん。うん、そういった、とてもなんだか魅力的な響きが、うん、この7番目の7度の音を入れることによって、たったそれだけで、そういう効果が生まれるという、うん。とってもなんかね、不思議なコードになってます。全然違う印象が。ね、全然違いますよね、うん。うん。で、なんでこの C メジャーセブンスが、そういう魅惑のコードに聞こえるのかというと、うん、そこもちょっとだけ解説すると、この C メジャーセブンの高い方、上3つだけを抽出して弾いてみると、うん、なんか、なんだろう、高い方3つ、うん、味噌し、味噌しですね、うん、なんか響き的にはどんな、なんか悲しげな、ああそうですね、うん、そう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 、この味噌しっていうコード、うん、実はこれはまた全然別なコードネームがつきまして、うん、これは3つの音なので3和音にグループに入るんですけども、うん、Eマイナーというコードになります、うんうん、マイナーっていうのは暗い響きを持つコードのことをマイナーコードって言ってるんですけど、うん、その暗い響きの Eマイナー、ちょっとね悲しいような響きになりますよね、うん、うん、それが実はそのマイナーコードが含まれているメジャーコード、うん、という二つの要素があるコードなんですね。不思議。四和音っていうのは、うん。だからこう物悲しいって感じたり、抽象的って感じたり、うん、うん、そういったいろんな解釈ができる響きになっていく。うん。うん、とってもこう音楽を作る上で魅力的なコードの一つなんじゃないかなと思います。うん、で、そのね、四和音メジャーセブンスと呼ばれるコードを、うん、実は日本でももうだいぶ古くから取り入れて。音楽を作っている方たちっていうのはたくさんいて、へー、うん、そうなんだ。中でもこうたくさんそのメジャーセブンスを取り入れて、あえて、そう曲作りをしていた、そしてヒットした方の代表的な例として、うん、山下達郎さんですね。へー、うん、で山下達郎さんやっぱり当時からおしゃれな曲をね、うん、作るっていうイメージだったと思うんですけど、今はねシティポップブームと言われる海外の方なんかにもね。当時の山下達郎さんの曲なんかがすごくヒットしてたりとか、海外のクラブとかでどんどんかかってたりとか、またなんかちょっとね面白い現象が起きてるんですけども、日本でも若い人たちがシティポップ大好きで、うん、山下達郎さんをたくさん聴いてるって方もね、いっぱいいらっしゃるんですけども、うん、そうなんです。そんなメジャーセブンスを取り入れて作曲を、うん、していった山下達郎さんの曲で曲聴いていただこうかなと思います、はい、うん、この曲はね冒頭から実はメジャーセブンスが、うんうん、使われておりまして、実際にはね G メジャーセブンスというコードが使われています。うーん、うん、全然違うのが来た、違うね、でもちょっとやっぱおしゃれな感じというかね、うん、このコードから始まるのでそこにも注目して聴いていただけたらなと思います、はい、山下達郎で Ride on Time。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。鹿児島学部のミュージックラボ、鹿児島学部のミュージックラボ、
そろそろお別れの時間が近づいてきました。はい。こういった形でね、なかなか普段耳にすることのないようなアーティストの音源だったり、うん、こうやって音楽ってできてるんだっていうことのね、なんかヒントみたいなものを少しずつでもね、皆さんに伝えていけたらなというふうに思っております。なんかそういうのを知ると音楽の聴き方がまた変わるなって思いますね、うん、そうですよね、うん、だからこれを聞いてお友達とコンサートに行った時に、うん、あれはメジャーセブンスだよなんて言えると、うん、ね、ちょっとなんか音楽してるのかなっていうようなね、こともできたら楽しいんじゃないかなと、ね、はい、思っております。皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメール 776@yradio.info776@wiradio.info ファックスは 0142-82-3499 0142-82-3499 でお待ちしております。それではまた来週も聞いてください。ここまでのお相手はウェル鹿児島学と藤川千秋でした。